じゃあ3秒前です。2、1。あ、皆さんこんばんは。深浦の16年ゴールデンウィークセミナー、今日は心理学講義の時間となりました。いつもの通り山口指導員の解説に基づいて、今日もまた学んでいきたいと思います。今日は自己存在価値、自己の存在価値というのがテーマとなっております。それでは指導員よろしくお願いします。はい、それでは、皆様の手元のテキストを読み進めていきます。ネットでご覧の皆様は先ほどお伝えしたように公式サイトの方にありますので、そちらをご覧ください。それでは読み進めていきます。1、自己存在価値を求める。自己存在価値とは自分が存在する価値です。人が生きていく上では自分は存在する価値があると感じることは不可欠です。ですから自分には価値があるという感覚、自己価値観を欲しています。自分には価値がないと感じて生きていくことはとても辛いことです。自分には価値がないというのは、自分には生きる価値がない、自分は生きるに値しないということです。ですから人が生きる上では、自分が価値ある存在であると感じることは必要なことであり、それを求めて人は生きていると言っても過言ではありません。まあ、ここにありますように、まあ、何らか自分というものがすごくこう重要な存在であるとか、まあ、そのようにこう感じない、自分というのはなんかあんま価値がないというのはどうでもいい人間だと思ってるというのは非常につらいですということですね。はい、ではまた、2つの自己価値観、この自己価値観には表面的な状況的なものと根底の基本的なベースのものがあります。表面的な状況的な自己価値観とは、いい学校に入ったら、表彰されたら、スタイルが良くなったらなど条件が整って感じるものです。まあ、ですからいい学校に入れば自分には価値があるって感じれるとか、ね、そういうことです。そういう条件、何らかの条件が揃えば自分には価値があるって感じれるっていう、そういうものが、まあ、表面的な状況的な自己価値観で、一方基本的な自己価値観は、欠点や未熟な点があっても、それでも自分に価値があると感じることができる、ありのままの自分を認めることができる状態のことです。それは存在自体に価値を感じているからです。何々だから価値がある、価値がないではなく、無条件に自分には価値があるという感覚です。基本的な自己価値観が乏しい人というのは、条件を満たすことで自己価値観を求めます。基本的な自己価値観が乏しいので、足りない分を穴埋めしなければ生きていきません。例えば他者の評価を過剰に求めることなどがあります。評価されることで自分の価値を感じることができます。評価されないと自分は価値がない存在だと感じてしまいます。このことは、自己価値観が低い人は承認欲求が強いということ。まあ、ここで承認欲求と出ましたけども、人からこう認められる、認められたいという、他者に承認されることで、自分の価値を感じられるからです。ですから自己価値が低ければ低いほど、承認欲求は脅迫的にまで、ごめんなさい、これ脅迫の脅迫字が違いますね、すみませんです、脅迫神経症とか、そういう脅迫で、これちょっと申し訳ありません、脅迫的にまで強くなります。基本的な自己価値観がしっかりしている人は、表層的な外的な評価や称賛を過剰に求めることで自己価値を感じようとする必要がありません。それらがなくても自己価値を感じて充足しているからです。しかし基本的な自己価値観が乏しい人は、自分の価値観を感じるため、それを求めなければいられません。そしてそれを求める人生を送ります。まあ、2つの自己価値観がありますよということです。今ここのところですね。で、まあ、先ほども言いました、最初は条件、こうなった自分、こういう自分は価値がある、だから、まあ、いい
に就職できたとか、あるいはすごく立派な家を建てたとかですね、まあいろいろですね、あるいは何かの賞をもらったとか、そういう時にこう自分は価値があるとか、それがまず一つで、それはただ競争的条件、状況的な条件付きの自己価値観であるということですね。でもう一つの自己価値観というのはもうちょっと、まあ、根底的というか本質的というか、そういう条件がなくてもこの自分が自分であること自体に価値を感じている、そういう状態ですね、まあ、ですからより本質的なわけです。ですから、そういう自分自身存在している自分の存在自体に価値があると感じれる人は、必要以上にですね、そんなに強く何かこう自分の価値を感じれる外側の条件を求める必要がないんですよね。ところが自分自身その存在価値をが 薄いというか乏しい弱い人っていうのは、それで自分の存在価値を感じないことで生きていくというのは辛いですから、何かで穴埋めしたら自分の価値を感じれるものを求める、それが表面的条件的、要は条件付きのものだっていうことですね。人から評価されたいとか競争して勝ちたいと、そうすれば自分には価値があると感じれる、そういう追求をずっとしている、まあそういうことになりますね。進めてよろしいですか。はい、はい、じゃあ3ですね。自己価値観の低い人の特徴、上で述べたように、基本的な自己価値観が乏しい人は、それを穴埋めするために自己価値観への欲求が強まります。自己価値観への欲求ということは自己価値観を求める欲求ですね、が強まります。それではそのような人はどのような特徴を持っているのでしょうか。自己価値観欲求の直接的な表現としては、1、人からの評価を過剰に気にする。2、嫌われることを過剰に恐れる。競争心が過剰に強い。4、自己顕示欲が過剰に強い。5、度を超えた過剰な努力をする。まあこれ全て過剰というのがついてるわけですけど、もう過ぎ、甚だしいってことですね。普通の意味で競争心が強いとか自己顕示欲が強いとか評価を気にするっていうレベルを超えてるわけです。非常に過剰にそういうのを気にする、そういうのが強いと、そういうことなんですね。でそれくらいそういうものをですね、強く求めないと自分の価値は感じれないので、価値を感じないと人ってやっぱ生きないですよね。ですので、それを強く求めるということですね。続きを読んでいきます。自己価値観が乏しいので決して負けられない、劣っている自分を見せることができないという気持ちが強く、常に他よりも優れている、勝っている、勝っている自分をアピールしないといられません。そうしなければ自分は取るに足らない存在、価値のないもの、愛されるに値しないものという感覚が生じ、それには耐えられません。競争は本来全体が向上していくための手段ですが、競争に勝つこと、勝つことで評価を得ることが目的になってしまっています。自己価値観がしっかりしている人は、他者との比較で評価するのではなく、自分の内的な価値基準によって評価します。ですから、他者との比較で自分が劣っていると感じても、それによって落ち込むことはなく、落ち着いて自分の劣等性を認めることができます。まあ、つまり、根本的っていうか、本質的な自己価値観がを感じることができている人っていうのは、自分の欠点とかマイナス面があっても、それでもって自分という存在全体がダメだというふうには思わないってことですね。ですから、その自分の欠点とか短所とかっていうのを、まあ素直にですね、受け止めることができるってことなんですね。でところが、その基本的な自己価値観、根底的な本質的な自己価値観が弱いと低いとですね、もう自分の欠点とか短所とかそういうことを認めちゃうと、それでもってもう自分という存在自体がダメだと思って
もともと弱いのでね、あのその自分の存在に価値があるって感覚とか、そういうことなんです。ですからそういう人っていうのはこう自分の欠点とかをこう認められないんですよ。認めることができない。認めてしまえば自分っていうのは瓦解してしまう、うん、それくらいの感じなんです。ですから人からの評価をすごく気にするわけです、まあ、欠点なんかがあって、ちょっとでも批判されるともう自分の全てを批判されてると思って、まあ、だからこそそれでまた強くこう反発をしたりするってことになってるんですね。認められないわけですね、自分の弱点とかということです。さらに、じゃあ続きを読みますね。この自己価値観の欲求が屈折して表現される。今あのさっきの1から、5までですね、5っていうのは案外こう直接的に表現してるんですよ。あの人からの評価すごく気にしてるとかってすごくこう分かりやすいですね。はっきりした表現なんですけど、その次はですね、その表現が屈折してるということですね。はい、じゃあ読みます。1、努力しない。2、競争を避ける。さっきと丸切り逆ですね。表現としてですね、表に現れる。丸3、評価を気にしない素振りをする。丸4、ひねくれる、すねる、そして強情である。丸5、幼稚な態度をとる。丸6、心身の不調をよく訴える。なぜこのような態度をとるかというと、自信がないので自分に価値がないと感じる状況を避けるということです。努力して失敗することで、やはり自分はダメだという思いを避けるには、努力しないからできない、できなかったんだという言い訳ができます。まあですから努力しないわけですね。努力してやって失敗したらもうちょっともう落ち込みすぎちゃう。また競争しなければ負けることがなく、自分の無価値観を感じなくて済みます。まあですから競争を避けるですね。ひねくれる、すねるなどはそれによって周囲を手こずらせることで、自分に目を向かせ注目されることで、自分が大切にされていると感じようとするものです。心身の調子が悪いと頻繁に訴えることも同様で、それによって注目を浴びることができます。このような特徴を持った人は、本人はもちろん周囲の人も苦しめられているのではないでしょうか。そしてこのような形で得られた自己価値観は一時的な条件付きのものであるため、常に求め続けなければなりません。そして、まあ仏教的に言うと、求めて得られない苦しみ、得たものを失う苦しみ、奪い合いの苦しみを味わうことになります。つまりそういうことですね。人の評価を求めるとか、自分の勝利を求めるとかいう、すごいこう乾いた強い欲求があるわけですか、あるんですけども、まあ仏教的に言うと、今ここに書いてある結局そういうことで今来ちゃったということで、強く求めれば求めるほどその裏の苦しみ、達成できない苦しみとか、そういうのがこうより大きくなってしまうということですね。じゃあ続きまして、その今そういう人たちの特徴を挙げましたが、それがさらにちょっともっといくと病理的なものになる。それが次ですね。4、自己価値観が低いことによる病理。まあこれはあの見つけて言い出せばキリがないと思うんですけども、一応こうこんだけ挙げてみました。括弧1、自己愛の病理。クレーマー、自己中の人になるっていう、まあ、自分が有能な人間、重要な人間として扱われることを当然として、そうでないと著しく感情を害します。そしてちょっとしたことでクレームをつけ、それに対して謝罪、償いをさせることに自分が価値ある存在だと感じることです。まあこの、 あのクレームをつける人っていうのは今いろんな分野でありますので、学校に対してもそう、学校だとモンスターペアレンツですよね。あと病院なんかに対してもあるんですよね、結構。それから当然普通の一般のものを売っているお店に対してとかも当然あります、とにかくこう自分が本当にこう、まあ、自己愛が強いと、自分ってのは特別な存在であって、特別な扱いを受けて当然だという思いがあるので、それがちょっとでもこう自分の思っているように扱われないと、そこで何かケチをつけるとか、というようなことですよね。
まあそうすることで相手はやっぱこう謝っていたりとか、そうすると自分っていうものはすごく偉い存在なんだってこう思える。まあでも今こうやって話してこうやって皆さん聞くと、なんかでもそういう人って哀れですよね。そういうふうにしないと自分のこう価値を感じれない。まあそれくらいこう可愛い、他になんか自分の価値をこう感じる術を知らない。まあ、だからちょっと変わる、現れって言ったら申し訳ないんですけど、ちょっとそういう気がしますね。はい、じゃあ続きまして、カッコに引きこもり。これはまあお分かりになるのかなと思いますけども、引きこもりで多いタイプは、自己価値観の乏しさを埋めようと、まあ比較的努力をですね、してきたんですが、限界を感じて引きこもってしまった。そういうタイプがまあ多いようですね。引きこもりの人ってのはどうなる。で、引きこもることによって自己の価値のなさを感じる場面に遭遇することを避けている。自己の無価値観を感じる苦しみに陥ることを防ぐために、自分だけの世界に引きこもってしまう。そして続いて自殺。これはもう自己価値を感じれない、もうあの極み。自殺をするとは非常に自己否定感が強く、自己価値観が低いです。こんな私さえいなくなればとか、いつも皆さんに迷惑ばかりかけて、などの言葉が揃わない。自分は生きる価値がないと、まあその極みですね、そのように感じているということです。ここで一旦切りますか。はい、次は形成っていうところで、ちょっと。それでは皆さんの方からご質問ないでしょうか。あ、はい。あ、こうと言って言われた。あ、じゃあこうと。あ、読みますか。うん、そっちの方がいいんじゃないですか。うん、じゃあ読み上げてもらって。あ、はいはい。じゃあ、いやいや、こちらの方が読み上げてもらって。ご質問です。表面的な自己価値観と基本的な自己価値観があるとのことですが、表面的な何か結果が全てではないと、って言うんですか、と基本的な自己価値観も下がってしまうものではと思うのですが、それとも基本的な自己価値観とは普遍的なものでしょうか、あるいはその2つは次元の違う話なのでしょうか。また基本的な自己価値観をしっかり持っている人は、表面的な要素もある程度自然と結果として残せるものだと思われますかと。ここのところちょっと、最初のところなんですけど、2つあるということですが、表面的な何か結果が全てではなく、でかい表面的な結果がずっと出ない人は、あ、全く出ない、全く出ない人は、そのうち子供の幼少期に形成されているという自己の基本的な価値観の方が下がったりするようなことがないのかなと。それとも基本的な自己価値は普遍的なものなのでしょうか、あるいはその2つは次元の違う話なんでしょうか。はいはい、わかりました。まず土台というか基本的っていう言葉でもあるように、まずその基本的なものが、まあ、しっかりしていれば、先ほどもちょっと読んでる合間のでお話をしましたが、あの自分の例えば欠点とか、自分が至らない点があったとか、間違いがあったとかっていうことを素直に認めることができる。でそれはなぜかというと、そのことを認めても自分というものの価値が下がるわけじゃないっていうか、あの自分がという存在がダメ、自分を全否定するものでないわけですね。そういう人ってちゃんともう別個に基本的な自分の価値観を感じているので、まあですから全く出ない、表面的な何か結果が全く出ないっていうのがありますけども、全く出ないっていうのもまた極端ですよね。普通生きてて全く何か結果が出ないというのもまあ通常ありえないと思うので、そういう意味ではその今お話ししたように、その基
基本的な自己価値観がこう崩れ下がっていくってことはあまり考えにくい。あの基本的な自己価値観と表面的な自己価値観という、はいはい、そのもの、あの表現自体は心理学にある表現。そうですね、一応、うん、表面的、はい。これは要するに分かりやすく言うと、この表面的自己価値観というのは、結局、他との比較、他に比較して自分が優れているというところから感じる価値観。基本的な自己価値観というのは、もしかしたらそういったものとは必ずしも関係はない。そう、他と比較することなく感じられる自分の価値みたいなものってあると思う。だからそういった何ていうか、他人との比較で劣っていてもあんまり気にしなくて日々楽しく生きてる人がいるんじゃないかと思うんですね。だからまあなんか自分が劣等生なんだけど、でもまあ、それを笑いながら楽しく日々生きてるとか、そういう人あると思うんですね。まあ人の自分が生きる価値というのは多面的だと思うんですよね。例えば低俗と真面目な人から言われるかもしれないけど、日々のその毎日が楽しければいい、そういう人いると思うんですよね。これは日本人から言うとちょっと快楽主義的というか刹那的なのかもしれないけど、まあそうですね、やっぱこれ日本人の問題っていうふうに考えていくと分かりやすいかもしれないけど、例えばヨーロッパでも南側の人たちですね、ギリシャとかイタリアとかこういろいろね、その時その時は楽しいことを求める。それから対比的にドイツとかね、イギリスみたいにこう向上心が強いけどね、でもその裏側にちょっと暗さもあって、それからまあ今度オリンピックが行われるブラジルとかね、南米系の人たち、結構陽気っていう、そういった人たちって要するに人生って他人に負けても楽しいもんだって思ってるんですよね。一方この表面的価値観っていうのは、それが中心になっちゃう場合は他との比較、これで劣っていると生きていられないというような価値観なんだと思うんですね。まあそんな風に考えてみると分かりやすいのかなと思います。刹那的な感覚的な喜びないしは娯楽、これがあれば自分の生きる価値を感じるっていうような表現すると低俗だけど、まあ何ていうかみんなと仲良く楽しくやってれば人生楽しいじゃんっていう感じの人たちもいると思うんだよね。これは要するに競い勝って自分の価値を感じるんじゃなくて、みんなと楽しく、まあ愛し合うことによる幸福感っていうことでもあると思う。だからその自分が生きる価値っていうのが何ていうのかな、他との比較っていうだけじゃない、他との比較によらない喜び、これがあれば自分が生きる価値があるっていう場合にもその自己存在価値、これを感じてるって言えると思うんですね。そういったところが基本的な自己価値観には含まれてるんじゃないか、含まれてるんだろうと私は解釈。基本的な自己価値観、これは基本的な自己価値観って自分が生きる価値とか自分自身の価値ってことですよね。それを感じてるってことですよね。だから自己価値観って言ったからって必ずしも他人と自分を比較した時の価値観ではなくて、純粋に自分が生きる価値、自分の価値ってことで、これをこの言葉で自己価値観っていうのをこう聞いてすぐさまもう他人と比較することしか自己価値観じゃないと思ってる人がいたら、その人は基本的、自己価値観がもしかしたら、危ないかもしれない。もうすでに、で、私が思うには日本人はそういったのが多いはずです。多分私の今までの研究ではですね、日本人ってのは結構他人の目を気にするっていうかね、人並みでなければ村八分、そういったところをその後に出てくるわけですね。わかりました。ちょっとそれは後の楽しみとしてですね、まあ他と比較して自己を感じるパターンと、比較せずに自己の人生や自己存在の価値を感じるパターンがあって、基本的自己価値観というのは多分に後者、これを含んでいるんだと
それだけじゃないかもしれないけど、それを軸にしてるんだっていうふうに考えてもらったらいいかもしれないね。他にご質問はありませんか。では先にちょっと進んでみますか。あ、ありますか。はい、どうぞ。自己価値観のっていうのは、人の数ほど違うと思うんですが、っていうのは私はかなり前からうつ病と、ひどい睡眠障害なのですが、まあ、私の場合は、最初から自己価値観がどんなことにも、とても低くて、まあ、どんなもうご飯に対しても何に対しても低くって、かえって自己価値観をこう見てもらいたくなくなってしまうんですね。ちょっと言ってることがごめんなさい。自己価値観を見てもらいたくなくなるっていうのは、称賛されたくない、はいはい、かえってそういうことをしてほしくなくなってしまうんです。で、睡眠障害はまあ、教本などを読んでいたら薬を飲まなくても自然に治ったんです。眠れるようになりました。で、うつの薬も今飲みたくなくて悩んでいるんです。それで、あとはまあ自殺とかではなく、反対にいつ死んでも良いと思っているんですが、否定的に死んでいいっていうんじゃなくて、なんですが、まあそれも怖くなく、これも病気の一種なのか、このまま、薬を飲み続けた方がいいのかというところで悩んでいるんですが、まあそういった精神的な状態がどんなことを原因として出てくるかっていうのは、それはこれからの後を聞いていただいた方がいいかもしれませんね。まあなんていうかな、先ほどにも症状として評価を気にしない素振りをする、ひねくれる、拗ねるその他、まあここら辺、背景にするとその中に他人に評価を受けること自体が嫌だというのも通じてるんですよね。で、ですから、まあ、症状は今ここに、まあ、記載されているもの、言われているものと通ずるところがあると思うので、はい、この後のですね、原因や対策を見ていただくと、はい、いいのかもしれませんね、はい、じゃあちょっとその先をいきましょうですね、はい、5、自己価値観の形成。1、基本的な自己価値観の形成。基本的な自己価値観が形成されるのは学童期前半、小学校低学年くらいまでの間だと言われています。愛情深く受け入れられて育った子は自分には価値があると思えるようになります。以前心理学講義で行った愛着理論を聞かれた方は思い出していただいたらいいんですが、母親の赤ちゃんに対する応答が非常に大切であるということ、赤ちゃんが泣いていればお腹が空いたのか、おむつが濡れて不快なのかなど、赤ちゃんの要求に適切に応えてあげること。そして、おむつを取り替えるときには、おむつが濡れて気持ちが悪かったねなど、赤ちゃんの気持ちに共感するような声かけをするなどの応答が大切であるということでした。否定的な自己価値観が形成されるのも、結局は同じだということです。親身になって親が自分を世話してくれることで、自分の価値を感じることができるようになっていくということです。自分が訴えたことに対して即座に答えてくれるという経験を重ねることで、困った時に、人は自分を助けてくれるという安心感と、人に対する信頼感も芽生えてきます。このように自分に価値を感じることと、人への信頼、安心感といったものは同じ状況から生じています。また適切な応答は、母親を中心とした外界と自分が適合している、ちぐはぐな感覚がない、フィットしているという感覚も与えてくれます。
外界と自分との間に違和感がない、うまくいっているという感じです。そして、親が子どもの喜ぶ姿に喜ぶことで、子どもは親の喜びを感じ取り、自分が喜ばれる存在であるという感覚を得ます。このことも自己価値観を高めることになります。ですから、自己価値観のある子は、自分も他人も信頼し、他人が自分を受け入れてくれると信じ、自分をありのままに表現できるようになります。自分の感情や欲求を素直に出し、外界に働きかけることによって、外界への適応力を発達させ、自信もつき、外界他者との関係が快適で喜びのあるものだと感じるようになり、ますます自分も他人も肯定すべき、価値あるものと感じるようになります。一旦ちょっとここで、説明も加えますけれども、まあ、愛着理論のところでも言いましたようにというふうに、まあ、書いてありますように、まあ赤ちゃんですね、まあ、赤ちゃん泣くことしかできません。で、暑いとかお腹が空いたとか、おむつが濡れたとか、そういう、まあ、不快なこと、あるいはこうしてほしいという時には泣くしかできない。でそれに対して母親が、まあ、だんだんとこう、あ、この泣き方だったらお腹空いてるんだとか、分かってくるんですけれども、まあ、そうやって赤ちゃんの要求、欲求に、まあ、答えて、適切にですね、答えてあげると。そうすることによって赤ちゃんが、自分が助けを求めれば、ちゃんとそれに応じて、それに適切な答え、適切に答えてくれると。で、そういう経験をこう積み重ねる。この積み重ねるというのは大事なんですよね。1回、2回、3回じゃないわけですね。ずっと日々そういう形で積み重ねて、そういう育児をされることによって、ああ、人ってものに対するこう信頼できるんだなというのはこう積み重ねていくうちに芽生えてくるわけですね。そしてまた一方で、そうやって自分が訴えれば、それをうまく処理、解決してくれる。そしたら自分はそういうことをされるに値する人間だっていう感覚もまあ芽生えてくる。まあ、もちろん赤ちゃんの時から今私が言葉で言ってるように感じてるわけじゃないですよ。言葉を感じてるわけじゃなくて、そういうふうな感覚を得る。まあですから、まあ、その愛着理論では親との愛着がうまく形成されることが、その後の安定した精神状態を作り出すっていうね、ざっくり。でそれと同じように、自分の価値を感じれるのもそういう親の親身な、そして、適切な応答対応が自分の存在価値、そういうのを感じるようになれるんですよ、そういうことなんですね。まあ、ですからそこにはもう、まあ、先ほども出ました、その基本的な価値観と表面的な価値観の違いというところが出ましたけれども、それっていうのはもう人と比べて自分が優れてるとか劣ってるとかっていう話での価値観じゃなくて、もうそういうことをされて大事に育てられてきた中で、自分っていうのは大事な存在、価値ある存在だっていう感じるものですから、人と比べてどうこうっていうものではないんだって、それが基本的な価値観ということになります。で、そういう子っていうのは結局他人をも信頼できるので、他人を信じることができるので、自分というものをありのままに表現できるようになるんですね。人を信頼できてない人に対してはどうですか、自分というものをありのままに表現ってしにくいですよね。自分が信頼してない相手に対して、でも自分が信頼している相手に対しては自分というものを比較的こうありのままに出せるじゃないですか。ということで、母親をまず最初の他人として経験して、信頼できるっていうものを感覚を得ていくと、その後もですね、こう人間全般にこう信頼感が持てて、そうすれば今言いましたように、自分というのを表現する、ありのままに表現できていくようになるんですね。で、そうすると結局自分の感情や欲求を素直に出して、その外界にこう働きかける。そうすると今度働きかければ当然外界、他
他の人からの応答がある、そういう中でこう何ですかね、だんだんこう社会性とかそういうのも育っていくし、自分のこう適応する能力、そういうのもこうそういう関係の中から育っていくわけですね。そうするとまたそこで、自信もついていく、そういう経験することによって人ってこう成長していきますから、そういう中でどあの成長し自信もついていく、そうするとまた好循環がするわけですね。外界との関係がこう快適なものになっていく、でそうするとまたますます自分も人も肯定的に見れるし、まあ、いい循環でこう価値上がるとまたさらに感じれるようになる、まあ、そういう好循環が続いていく。で一方、続き読みます、中ほどですね。一方養育者からあまり愛情を注がれることなく育った子は自己価値観を感じにくくなります。自分が欲求しても親身になって応答してくれないことで、赤ちゃんは自分は価値ある存在だと感じることができます。また応答してくれないことで自分が助けを求めても答えてくれない、人を信頼できないと思うようになります。そのことで、外界に対して素直に自分を表現することも少なくなり、外界への働きかけが乏しく、そのことで様々な能力が発達する機会が少なくなり、自信を獲得することもなく、自分への肯定感だけでなく他者を肯定的に捉えることもできにくくなります。まあ、先ほどお話をした反対が起こるんですね。反対の連鎖、悪循環というか、そういうことです。で、ここで注意しなければならないことは、親も完璧ではないので、赤ちゃんの要求を 100% いつも満たすことはできません。適切な応答がいつもできるわけではないのです。繰り返し日常的に不適切な応答しかされていないことが問題で、しっかりした養育が日常で行われているなら、時に赤ちゃんの要求に適切に答えられない時があっても大きな問題ではありません。まあ、ここは先ほど言ったように、繰り返しこう日々重ね、そういうのをこう重ねていくっていうのはそういう意味ですね。もう私たち人間の、まあ、人格というか性格というか、ものの捉え方とか見方とか受け取りというのは、少しずつの積み重ねで、作られていきますから、それは繰り返し繰り返しが日常的繰り返し繰り返しなんですね。ですから日常のそのベースの養育のされ方、仕方が問題であってということを今言っている、それから次いきます、一番最後の段階です。いろいろな心理学理論というものは同じ現象を違った切り口で説明していると言える部分があります。これちょっと余談の話なんですけどね。すみません、愛着理論では母子間の愛着という観点から愛着のつまずきについて語り、そして自己存在価値という観点からは愛情の欠けた育児は定期的な自己価値観の欠落を来たすと語るということです。まあ、ですから同じようにその養育のちょっと不都合な養育というか不適切な養育を、一方では愛着の障害、愛着関係がうまくできないことの障害っていうところから説明をすると、で一方では自分の存在価値っていう観点から説明、で当然その2つっていうのは重なる部分があるんです。でも微妙にこう切り口違うんでちょっと違っていく部分もある、そういうことです。でまた交流分析では自分と他人をどう捉えるかという概念の中では、自他肯定、自分も他人も尊重し肯定する、あるいは自他否定、自分も他人も尊重できず否定するという言葉で語られているということです。まあ、ですから基本的な規定的な根本となる価値観がしっかりしている人っていうのは、交流分析で言えば自他を肯定できる、自分のために肯定できる、そういうことですよっていうことでもあるんですね。で逆にまあ非常にその基本的な自己価値観が非常に乏しい場合、低い場合はもう自分も否定すれば他人も否定しちゃう、そういう交流分析ですね、そういうことになりますよってことです。でさらにアドラー心理学の劣等感もこの自己価値観と重なる部分が多いものです。そうですね、自己価値観がない人の劣等感が強いって、もうこれはもう直に同じこと言ってるんじゃないの、言葉が違うだけっていうふうに思うと思うんですけど、まあ微妙にやっぱ重なる部分が多いんだけども、ちょっと微妙に違ったりするんですけど、で、
さらにまた自己愛が強いということと自己存在の価値観が低いことは同じことを少し違って書くことからなります。まあ先ほどその、自己価値観の病理っていうところで、自己愛の病理っていう言い方もしましたけど、これもかなり重なるわけですね。やっぱり自己愛が、肥大化した病理的な自己愛の人っていうのは当然というか自己価値観も低いという重なるんですね。まあですから心理学の理論っていうのはまあ本当に非常にこう今まで何回も聞かれてる方はまた何か同じようなこと言ってるね、養育の話、子供がお母さんにどうのってまたその話なのみたいな思う方もいらっしゃるのかもしれませんが、まあやっぱそこはそこで人の人格を作られる本当に土台の基本的な部分なんで、どの理論にもやっぱそこは語るわけです。でそこで微妙にそこから生じる不具合のところを微妙にちょっと観点を変えてこう表現して理論化して、まあ、ちょっと今の部分は余談ですけども、まあその自己価値観の形成のされ方というところで、まあそのしっかりとその自己価値観が基本的なですね、がどうできるのか、そして基本的な自己価値観が低い場合はどうなるかというのは、まあおよそ掴んでいただけたんじゃないかと思うんですけども、そういう意味でそこの部分というのはやっぱ基本なので、そう変わるものじゃないんですね。そこでそれっていうのはまた先ほども言ったあれで繰り返しになりますけども、他との比較でどうのではないんですよ。もう自分がそういう育児のされ方をすることで自分に価値があるとか自分はそういう存在なんだって感じている部分なので、比較して感じるとか感じない話ではないわけですよ。その辺はこう少し理解が進んだかなと思うんですけど、はい、その次、そしてそうですね、まあそういう形でまあ形成されるわけですけども、さらにまあそうは言ってもその後こう生きていく中でさらによりこう自己価値観というのをこう高める要素でもあるので、それを次に見ていきます。自己価値観を高めるもの、自己価値観を高めるものとして以下6つ挙げております。1、達成感。幼児期から青年期にかけてそれぞれの時期によってそれまで自分ができなかったことができるようになると達成の喜びを感じ、自分に自信が持てます。また一人で行うことだけでなく一人ではできないことを他者と協力して達成した時に喜び、充実感、そして自信を感じます。そうしたことは学校での課外活動や部活動、文化祭などといった集団活動において経験したことのある人は多いのではないかと思います。一つ、自分が大人になったような成長した実感を味わったことのある人もいるでしょう。で、この達成感っていうのもですね、比較をしようと思えば比較の方にまた話持っていけるんですけど、そうじゃなくてやっぱ自分の中で今まで自分ができなかったものができるようになったと、他者との比較じゃないから、ね、で、ああ自分ができるようになって、できないことができるようになった、この嬉しいです、ね、達成感、そうすると自信というのが生じるんですね。これっていうのはまあ先ほどその育児の話がありましたけども、もうちょっと大きくなって幼児になってくると、まあ、だんだん自分でいろんなことをやりたがるわけですよ。でお母さんも困っちゃうわけですね、その辺ガーって何でも。でそういう中でそれを止めちゃうと結局子どもの自発的な何かを自分でやりたい、そして何らかの形にしたいみたいな、そういう芽生えなわけですけども、それをこう止めさせちゃったらそれがもう芽が出ないし芽が伸びないし発達しなくなってしまうんですね。でそういうふうに最初のうちはわけわかんなくただギャーってぐちゃぐちゃにするだけだったのが、だんだんある目的を子どもが持って何かをやろうとする。で例えばどんなものがあるのかな、例えばボタンを自分ではめるっていうのを小さい頃にとっては難しいですよね。最初からできる子なんていないわけです。で、初めのうちっていうのはやっぱ大人がやってあげるわけですよ。でそのうちなんかもうお母さんがやろうとするとこう嫌がって自分でやるんだっていう、そういうのがありますよね。 でもまだそれでもうまくできない。でそれをでもなんかこうそういう悪戦苦闘する時期がある期間があって、
そしてできた時ってやっぱ自分非常に嬉しいわけ。達成して今まで自分ができなかったことってあ、できた。それってのは決してこう人と比較ではないですね。自分が自分として成長してきた、自分ができる範囲が広がったっていうようなことで、まあそういうことですね。でさらにまあその後のこの学校で の集団活動っていうのは、これは皆さんあるんじゃないですか。これもあのこの方が幼児よりも記憶があるので、皆さんなんかいろんなことやって協力してできたっていう達成感、そういうものをたくさん持ってる人の方がなんかこう揺らがないっていう感じがします。揺らがないっていうのはその他との比較になって揺らがないっていう気が私はします、ね、はい。2-2 ですね、人の役に立つこと、これもですね自己価値を高めるんですね。家事の手伝いをすることは子どもが人の役に立つことの初めの行動でしょう。そうですね、家の中で家事の手伝い、まあ小さい子どもでもなんかこうご飯食べたいと台所行ったら持っていくだけのお手伝いから始まるのかもしれない。それでもなんかこう子どもにとっては、小さな子どもにとっては嬉しいわけですね。自分が行ったことで人が喜ぶことは自分の価値を感じさせてくれるのです。もう少し大きくなってくると集団での役割があります。学級委員であったり、いろいろな係であったりなどがそうです。ボランティア活動は子どもにとって自分でも人の役に立てる、喜んでもらえるということを実感できる活動です。まあ、まず家庭の中で、そして学校の中で、そしてボランティア活動ってもう一歩こう範囲を広げた、社会の一歩踏み出して、まあだんだんこう広がるわけですね。家庭、学校、そして社会に一歩っていう。そういってだんだん自分が人の役に立つっていうふうに、ね、自分の価値を感じる。そういうことです。3、仕事。アルバイトをすることで自分がお金を稼げるという自信と、自分にはお金が支払われる価値があると感じることができます。まあ、実際皆さんもアルバイトっていう、まあ、形のもの、つまり学校時代ですね、まあ、高校か大学か中学生っていうのはなかなかないと思うんですけど、そういう時にこうして初めてアルバイトをして、そして初めてそのアルバイトの代をもらったとかっていう経験した時にはやっぱこうなんか誇らしい気がしましたよね。まあ私なんかもそういう経験ありますけど、まあですからそういうことですね。この辺もう皆さんもこう経験があるんでお分かりになるか。そして大人になり仕事に就き、その仕事を継続していくことで社会で生きていくことができるという自信を与えています。まあ社会に出ていく時っていうのは非常に不安がありますよね。それまでこう学校というのがまだ親の庇護の下で生きていた、もう自分が稼いで生きていくってなると、そこにこう踏み出すときって非常に不安があって、まあ自分もそういう思いではありますけれども、で仕事をやり始めると、まあ最初っていうのはやっぱ最初からうまくいく人っていうのはまあ少ないですね。だんだん慣れて、だんだん仕事を覚えて、でやっていけるぞってだんだんこう手応えを感じて、まあそういうのが自信になってきますね。でそうそうそういうことなんですね。だからまあ仕事というのもこう一つこう自己価値観を高めることになるんでしょうね。ただ仕事で自信をなくすという逆の結果になる場合もまああるんですよね。まあですからこれは誰でもがとは言い難いんですけれども、まあでも一つそういうものだと思います。で次のページにしまして、友人関係ですね。思春期、青年期になると友人との関係が親との関係よりも重要なものになる。そうですね、友達とのことのが大事だ。親には言えないこともいい、ありのままの自分を受け入れ合う関係が自分という存在自体の価値を感じさせてくれます。さらに大人への反抗を有し、共有し、タバコを吸ったりお酒を飲んだりと、ほんの少し大人になったような感覚を味わう中で自信をつけていく。それは親への反抗、自立に向かわせるものですということで、まあつまり親と自分っていうと、親にとっては自分っていうのはいつまでも子供ですから、
ある意味でも年齢が上がってくると親が思ってるほどもう子供じゃないんだ、だから親の知らない自分っていうのがいてっていう感じですね。でも親の前だとやっぱ子供を演じないといけないかなみたいなところもあったりして、でところがあの同年齢の友達ですとみんなもうその感覚ですから、もう子供じゃないんだよねみたいなところでそういう共有して、でそういうのでちょっとこう無理してこう、まあここに書いてあるちょっと悪いことですけども、そういうことにこう一緒に踏み出していくとなんかちょっと大人になってきたような感じになってきて、だから自分がこう肉体的に成長、それから精神的にも、そして物事をなんかなる能力が、まあ、こう成長していくっていうことが喜びなんです。でそれを成長していくっていうことで自分の価値を感じる、でそれを共有するのが友達。5番目、恋愛関係。恋愛関係では相手が自分のことをかけがえがない存在としてくれるので大いに自己価値を感じることができます。アバタモエクボという言葉があるように欠点も長所として見てくれるんです。そうですね、これはもう世界であなたが一番大事だって言ってくれる人なんですから、あのそりゃ自己価値最高に感じられるんじゃないか。しかしですね、まあ、失恋は逆に自己価値観を下げるものと言いますので、まあこの辺りやっぱこうあの裏表があるわけではあります。6番目、結婚子育て。結婚は自分で新しい家庭を持つことで、世間からも一人前になったことを認められることであり自信を与えてくれるものです。さらに子供ができることで自分の存在が時代に引き継がれていく、大げさに言えば人類の生命の引き継ぎの役割を果たしたという達成感や誇りを感じます。さらに子育てする過程で子供が自分に頼り必要としていること、子供の役に立つことで自分の価値を感じます。まあこれはそういうもんですよねというしかない。まあただこれもですね、全ての人がそうかといえばそうじゃないわけですね。特に今家庭の親子問題であるとか、まあ、それから夫婦仲が悪いとかっていうふうになってくればですね、今ここにあるようではないので、まあそれは恋愛とか仕事のところと同じように逆も大いにありますよ。はい、もっと言った方がいいですね。基本的な自己価値観は低い要因っていう、どうしましょうか。もし何かあれば、なければそのまま行きます。あ、後でね。では、まあ、自己価値観の形成ということの、まあ、続きではあるんですね。これはですのでいきます。6、基本的な自己価値観が低い要因ということで、括弧1、根本的な要因。基本的な自己価値観の形成のところでも述べましたが、愛情深く子どもの要求に適切に応える領域を受けることができないことで、基本的な自己価値観が低くなります。赤ちゃんは泣くことでしか自分の状態、欲求を伝えることができません。それに対して適切に応答してミルクをあげたり、おむつを替えてあげることをしないと、養育者に対して信頼、愛着が育つことがあります。自分が何を要求しても応えてくれない対象に対して求めること、自分の要求を伝えることをしなくなります。そして自分が困った時に助けを求めれば、助けてもらえるという自分の安全が得られることがないと安心感も得られず、また自分が守られるに値する存在であると感じなくなっていきます。また赤ちゃんが微笑んでもそれに対して応えることがないと、赤ちゃんは自分のことを歓迎してくれていないと思います。そして歓迎されない自分は価値がないと感じてしまいます。まあこれはまあ複数なの先ほどの繰り返しです。でこの赤ちゃんが微笑んでもそれに対して応えることがないとっていうことで、これもなんかそういう実験があるので、
微笑みを返してあげると赤ちゃんもさらにこう微笑んでくるんだけど、そういうふうにするグループと しないグループ大人でしないグループだと、最初赤ちゃん笑ってこうニコニコしてたのにそれを無視してるとその赤ちゃんももう微笑むのをやめて知らん顔して他のを見たりしてる状態になると、でそれでその大人のグループですね、赤ちゃんに微笑みを返すグループを入れ替えても結局結果は同じということなんで、やっぱまあ当たり前といえば当たり前なんでしょうけど、まあですからいかにこう養育する人が適切に答えてあげないと、もう赤ちゃんの方からもう諦めちゃって働きかけもしなくなった。それから括弧に根本的な要因の生じる環境です。1、親の仲が悪い。要は親が夫婦仲が悪い。両親の仲が悪いと親の気持ちは安定していることが少なく、子供へのきめ細かな対応はできにくくなる。また仲の悪い相手の子供であることで子供への愛情が薄れるということもあるでしょう。まあ、ですから奥さんが嫌な旦那の頃に子供だと思えばその子供も憎くなるという、そういうこともあるでしょう。また子供にお父さんと結婚しなければよかったなど、子供の父親である夫との結婚を後悔しているような内容の愚痴を言うことや悪口を言うことは子供に自分を否定されているように感じさせてしまいます。なぜなら子供は父親、母親の双方から生じた存在である。自分の片方を否定されるということは自分の半分を否定されていることと同じだからです。自分の半分を否定されるということは自分を否定されるということです。まあこれはあの愛着障害の愛着理論の時にも親が子供に例えばお母さんが夫のその子のお父さんが、ね、悪口を言うとは良くないっていうのがありますよね。聞かれた方は覚えてる、まあ、そこと共通するわけです。まあですから自分の両親の夫婦仲が悪い環境っていうのはその子供にが自己価値観を感じにくくする環境だって。丸に未熟な親。親というものは自分の欲求を抑えてでも子供を優先します。自分が食べなくても子供には食べさせるなどです。このようなことから子供は自分が親から大切にされていることを感じます。そのことが自己価値観になるわけです。しかし未熟な親は子供ではなく自分の欲求を優先してしまい子供を犠牲にしてしまいます。このような未熟な親に育てられた子供は自分が大切な存在でないという感覚を持ってしまう。このような親は甚だしくなれば自分が遊ぶために子供が邪魔なので放置しておくなど育児放棄ということにもなります。育児放棄された子は当然自己価値を感じることはできます。また自分の感情をコントロールできない未熟な親の場合もその子供の自己価値観は育ちにくいということがあります。気性の激しい父親の機嫌を気遣ってばかりいる家庭では父親の感情優先で子供の気持ち、感情は大切に扱われることがなく自己価値観が育ちます。3、自己価値観が低い子。要は親自体がですね、自分に対する価値を感じてない、そういう親って。そのまず一つ目として、過保護・過干渉というのがあります。自己価値観が低い親は過保護や過干渉によって自分の無価値観を補おうとします。自分がこんなにもこの子の面倒を見ている、あるいは子供が自分を頼りにしていると感じる状況は自分の価値を感じることができます。過保護・過干渉は親が何から何まで手を出してやってしまいます。また何まるまるしちゃったのね、あなたは一人では何もできないんだからと言って親がやってしまいます。そのような親に育てられると子供は自分で何かを達成していく経験が乏しく達成感による自信を得ることができません。
自分は一人では何もできないという無力感が生じてしまいます。そして自立成長することで過保護というある種の心地いい環境が損なわれてしまうことを恐れ、自立成長することを拒む心が子どもに作られます。これは親子の共依存関係です。互いが互いに依存して成長を止めてしまう状態です。まあ、親自身が自己価値観が低いと子どもとの関係の中で自分の価値観を感じるように持っていってしまう。それが、まあ、過保護か干渉という形になる。それからもう一つ、自己価値観が低い親の場合のもう一つの形として、親の力を使っての支配。自己価値観が低い親は大人の力を利用して子どもに親よりも劣っていることを認識させ、自分の価値を感じようとします。もう丸丸してあげないよ、もうお母さん知りませんなど、子どもが親の庇護なくしては育たない弱い立場であることを利用して、自分の支配下に置くことで自分の価値を感じます。言葉だけでなく暴力によって力の劣位、劣等性を子どもに示し支配する親もいます。まあそういうことですね。子どもとの関係の中で自分の価値観を感じようとする親。それから虐待っていうのはまたこの自己価値観をこう低くする関係があるんですね。親から虐待を受けた子は自分は愛されるに値しない存在なんだという思いが植え付けられます。これはまあ説明するものですね。ここらで、どうですか。はい、ここまででご質問があるか。すみません。はい、どうぞ。睡眠障害は3年ぐらい本当に有名な先生のところへ一回数万円払い、薬をやめるために通ったんですが、一切やめられなかったんですが、教本を読んで3、4日ぐらいで全く飲まないで眠れるようになったんです。ってことは全ては心の持ち方で、そういう薬もやめられ、自己価値観はまあ健常者も病気の人もまあ よくも悪くも、まあ心の持ち方を安定させれば薬を飲まなくたって良くなるんではないかっていうふうに思うのですが、どう思われるかってご質問。そういうかなり有名なカウンセリングの先生でも何年かけてもやめられなかったのが、細川さんにお借りした教本を読んで3日で睡眠薬がやめられたんです。もう10年ぐらい飲んでたものが。ということは、まあ、心の持ち方でそういう病気というかものも、まあメンタルの問題には当然ね、心因性のものと遺伝的、はい、そして気質的なもの、はい、つまり脳の何かの障害の場合と2つあると思いますが、前者の場合は当然心因性だから、はい、心の問題が解消されればね、治っていくってことだと思いますよね。でまあご自身の場合はそういったものであったんじゃないか。あでまあお医者さんもいろいろ頑張ってはいるんだけども、まあこう心の問題ってなかなか難しくって、まあ相性っていうのもありますよね、はい、だからどんなものの考え方やつながりがその人にヒットするかっていうのがあって、まあ、それを探し求める部分っていうのはやっぱりいろいろあるのかなと。だからまあ精神科医だって精神科医、とにかく自分に合う人まで1人2人3人4人5人10人とずっと探し求めなさいなんていうアドバイスする人もいますけどね、まあ心の世界というのはなかなか難しくて目に見えないんで、どれがヒットするかは別にして、やっぱり心の問題に起因してればそれは諦める必要はなくてですね、
やっぱこのものの考え方や、まあ、つながりといいますかね、縁とか相性とかそういったところから、まあ、突破口を見出していければと思いますよね。他にご質問はありませんか。まあ、虐待ね、これは大変ですね。まあ、ともかくその親子関係っていうものが彼に起因して自己価値っていうんですか、基本的に自己価値っていうか感じられないというところから出てくるんじゃないかと思うんですけど、まあいろいろと詳しい分析が述べられていますが、まあ感覚的に言うと要するに温かい人っているじゃないですか、その朗らかっていうか、そういう人ってあんまり自分とため比較しないと思うんですね。で、親がどんな人だったのか、それは分かりません。ただ仮に親が朗らかで温かい人で、あんまり自分と他人の比較を自分に関してせず、よって自分の子供と他人の子供の比較をせず、そういう感じでこう温かく育った場合って、その気質をそのまま受け継いで、その子供を自分と他人の比較をせず、自分の親と他人の親の比較をせず温かく生きるっていうのがあるのかなと。そのなんか温かい感覚っていうのはもう感覚であって理屈じゃないんだと思うんですよ。生きてて楽しいじゃん、でこういうこともあるし楽しいじゃん、みんなと話して楽しいじゃんってことで、学校の成績がいいとか悪いとか自分に取り柄があるとかないとかっていうのはあんまり関係なく、こう人生を謳歌するというか、まあ昔の人はそういう感じは多かったのかもしれない。その落ち着きっていうのかな、温かさっていうんですかね、そういった部分っていうのが一つあるのかなと思いますね。表現するとですよ。でこれはだから本人が感覚的に感じるものだから、そのなかなか理屈じゃ説明できないかもしれません、ね、うん、でもまあ親の人格から子供の人格にそれがこう継承されるってことはあると思います。つまり他と比較することなく自分の人生が楽しい、自分は楽しい、自分に価値があると感じる感覚であります、うん、ただまあ日本人の場合だともうすでに頭で考えることがすごくあるから、自分は他人と比較するとって話になって、そういうの関係なく何となくここが楽しいと、ここが楽しいから自分に価値が感じる人と、それからもう頭で他人と自分を比較してどっちが優れて劣ってるってことでキューンとなっちゃってる人と、その違いっていうのはあると思うんですよね。でそれが親から継承されるだろう、家族から継承されるだろうっていうのは多分にあるだろうな。ただ場合によっては生まれつきですね、そういった傾向の人もいるのかもしれませんね。要するに親がガミ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 言って、あんたがそんな子だから私はもう毎日恥ずかしくてってヒステリーでも、子供のはポーッとしててお母さん OK っていう感じの、そういう子供がいるかもしれないですからね。全部が家族の責任していいかっていうのはあるんだけど、まあ、心理学の場合やっぱり心理学は科学ですから、現象の分析ってなると、要するに生まれつきとか遺伝子ってなると今分析できないんですよね。だから唯一分析できるのがその人の環境、つまり親子関係とか、すると親子関係とその人の基本的価値観のその低さの相対関係、これは学問できるんだけど、それ以外の生まれつきの資質って言われると、生まれつきの資質を科学的に検証するその術がないんですね今のところ、うん、だからやっぱしその人の家庭環境がどうだったっていう形で統計的データを集めて理論を作る、まあ大体そこら辺によるというとね、我々は決して親が全て悪いと言ってるわけではないということは一応言っておきたいと思いますが、生まれつきの資質プラス環境イコール結果ぐらいに思うこともあるかもしれない。ただそれ以外の何かの要因もあるかもしれませんね。人生ね、なんかこうふとしたことですね、転機があって、なんか今まではずっと親子関係で暗い生活だったんだけど、ある時は途端になんか神に導かれたことも生活がコロッと変わっちゃってそれは結構いるんですよね。なんかわかんないけどね、熊本に行って帰ってきて、今熊本地震なんですけど、またアメリカに行って帰ってきて途端に明るくなっちゃったんだよな、あの人っていうような感じで、何かの転機を得てですね、その周囲、まあそうですね、環境は変わったり、その環境がこうだから人こう変わったっていうのは、まあなんかあるんでしょうけど、まあなかなか理屈では説明しないような転機、これもあるんじゃないか。だから生まれつき、親その他環境の影響、それから何かまだ分からない、解明されない何かの原因、因果関係、まあ、ここら辺あるんじゃないかというのをちょっと白い視点からまあ見ておきたいなと思います。なんか比較するほどエネルギーを使って疲れると思うんですが、
まあそうですね、ただまあ要するに比較して負けるもんかってことでエネルギーを出す、これが普通劣等感という苦しみ、これをバネにして優越感という喜び、これを要するに原動力として人は頑張るって基本はあるんだけど、しかしまあ現代の世の中でみんなが勝てるわけではないので、半分は負け組ってすると、それによって傷ついていってしまう人、これは多分にいるだろうなと思うんです。ただまあ人類はやっぱり劣等感を嫌がり優越感を好み成長しているような部分とは確かにあって、あとはまあこれをどういうふうに活用していくか、全否定せずにどう活用していくかで、少なくとも劣等感が嫌、優越感が欲しいってばっかりじゃない、競争だけが勝つことだけが価値じゃないといったようなものを合わせ持つ、自己価値におけるハイブリッド型っていうんですかね、優越感勝利のみが自分の価値っていうと、これはちょっとあれなので、もっと違ったチャンネルの自己価値観を発見するというのはこの2つ目にあるんじゃないかと、まあ思いますね。ではじゃあ自己価値観が育ちにくい現代社会ってことになりますか。それなんかちょうど良いところで何か終わるとしたら公開ネット生中継ご覧の方には非常に申し訳ないと思うんですが、これ第一部この生中継ですが、一応まあいろいろと親子関係を中心にですね、基本的自己価値観これが形成されにくい場合があって、でまあその原因はこういったものだという分析これをしてきました。で第二部においてはですね、それをどういうふうにこう解決していくのかというものを含めて、まあ、探りたいと思いますので、よろしくお願いします。長らくご清聴ありがとうございました。では10分ぐらいの休憩で、その第2部に行きたいと思います、はい、50分ぐらいですね。